ポリプテルスは、ポリプテルス目、ポリプテルス化に属する魚類の総称。オービレ魚という呼称もある。蒸気類で最も古く分岐したグループとされるが、廃魚やシーラカンスといった、肉器類に近縁とする見解もある。蒸気類の中でも異質で、原始的特徴と派生的特徴を合わせ持つ。原生のポリプテルス目は一科、二属、十一種と六ア種の、 計17種ほどが知られているのみで、すべてが、ザイール、スーダン、セネガルなどの熱帯アフリカに分布する、淡水魚である。ポリプテラスは、多くのヒレという意味で、名の通り背中に勝利ヒレと呼ばれるひし形の背びれが10枚前後、ある。これは、尾びれに当たる位置にまで並び、尾びれに該当するヒレはない。細長い円筒形の体と腹肺にやや扁平な、頭部を持ち、 体長は30センチメートルほどのものから1メートル近くになるものまで種類によって異なる。鼻孔は細い突起となって前方に突き出しており、微管と呼ばれる。ガノインウロコと呼ばれる造下室とエナメル室に覆われたひし形のウロコを持ち、それらが皮のように連なって固く体を覆っている。胸びれは付け根に筋肉が発達し、獅子動物の腕のようになっている。 浮き袋は二つに分かれ、灰のようにガス交換を行い、エラ呼吸と並行して空気呼吸をする。稚魚には両生類の妖精のように一体の外エラがあるが、成長すると消失する。これらの特徴から、ポリプテルスは魚類と両生類に進化する分岐点にある動物と考えられている。古生代から中生代にかけて栄えた、 光林魚と同じような特徴を持ち、原生魚のアミアやガーなどとも共通する。ポリプテルス自体も約4億年前のダンクルオステウスのような大型の魚類進化の時代であるデボン期に現れたと言われ、多くの生物が絶滅する中、現代まで姿形をあまり変化させずに生き残ってきた。このため、古代魚の生き残り、生きている化石などと言われる。 2006年にはチャドで中心に予告期の地層から、全身化石が発見され、ポリプテラスフェローと命名された。蒸気アズナでは、異質なグループで、原始的及び派生的特徴を併用する形態を持ち、肉気アズナとの共通点もある。参考、魚類の系統側や、湖などの淡水域に生息する。昼は物陰に潜むが、夜になると泳ぎ出す。 泳ぐ際は長い体をくねらせながら胸びれをパタパタと羽ばたかせてゆっくりと泳ぐ。食性は肉食性で昆虫、甲殻類、小魚、カエルなどを捕食する。口に入らないサイズの魚には無関心だが、口に入る大きさの動物は食べられてしまうので一緒に飼う動物の大きさには注意する必要がある。逆に、稚魚期にはひらひらと揺れる外エラが、 他の個体の興味を引くためにかじられることがある。成長に伴って消失するものであるので飼育上も美観上も大きな問題はないとされているが、気になるならば婚営は避けた方が良い。また、丈夫なガノイングロコで体が覆われているため白天病などにはかかりにくいが、ポリプテルスのみに寄生するマクロギロダクティルスポリプティという寄生虫が知られている。 野生採集の個体にはほぼ100%これが寄生しており、新たなポリプテルスを水槽に導入する際は注意が必要である。ポリプテルス木はポリプテルス海地下のみを含み、その下にはポリプテルス属及びアミメウナギ属の2属がある。後者は体が細長く腹びれがない。ポリプテルス属は下顎が突出し大型になるビッチャータイプと、 上顎が突出するパルマスタイプとに分けられる。背びれの勝利ヒレの数も種類を判別するポイントとなる。ビッチャータイプちなみに PSP、カリーベと呼ばれる種はビキール、またはラプラディのアシュカ地域変種と思われるが未分類である。パルマスタイプポリプテルスセネガルスピーセネガラスアミメウナギ属はアミメウナギ一種のみが知られている。ありがとうございます。